はい、終わりました、撮影。撮影終わりました。早い。言うて駐車場だけどね。言うて、ただ逃げとるだけ、俺が。僕が逃げただけ、今回。そんなやばいか。やばいというより、怖い。それはもうなんか、これ以上来たらたたるぞ的な、そういう幽霊の警告的なあれじゃねえのかな。様子見られたのは初めてだね、今回は。様子見もう向こうがもう、どういう体勢かっつったら、戦闘モードのちょい前。ああ、なんか銃構えて、いつでも撃てますぐらいの、そんな感じで。そう。これ以上来るとやべえぞ、お前らっていうようなとこまで入った、一回。ここのライン越えたら撃つからな、みたいな。そう。やばいな、やばいな。やばいな、ここ。多分俺何回かアウトライン踏んでるぞ。俺も多分アウトライン越えたな。もうちょっと怖い僕には。霊感ある人はじゃあ来れないのか。ここは霊感ある人だったらこれ多分本当にすごいだろうな。でも六角動画すげえすげえって言うけど、うん、俺はもうずーっと狐のとこしか意識がねえもん。だからその狐のとこを中心としたなんていうの、流れ玉じゃないの、そのなんか流れ玉なのかな、わからん。あの狐に逆らったらまずいなと思っとった、ずっと今日。あの場所でなんか、それであえて、はい、鳥居の向こうへは行かんかって。俺はいつもだったらドサドサって行く。鳥居ね、くぐらなかったね、確かに。うん、一回もくぐってない。うん、俺もなんか今日はくぐるのやめた方がいいかなって思ってやめといたけど、六角にも俺近寄ってないもん。あの銅像みたいなやつにも俺近寄ってないもん、一個も。確かにあなただけやもん、ズコズコズコって言ったの。やめろっていう声は聞こえなかったよ。は、なんか俺が行くとまずいかなと思ってさ。さすがにビビって 3つとも俺行けんかったもん。いつもやったら行くやん俺、銅像なら銅像で。なんで教えてくれないの。いや、あなたが行って何かなるかなっていう様子を見ないというかね、僕も。ああ、なんていうか人畜無害なやつですらどういう対応するのかみたいな。そう。だけどあえて何も やらずに、うん、俺の方だけを見てたから、あ、俺だな、俺は行かない方がいいんだなっていう。ああ。だけどちょっと近寄るとやっぱし、うん、めまいがふわーっとしてくる、脳みそ、頭が。酒で酔っ払ったような感覚、ふらーっとしてくんの。あー、やっぱり、うん、すごいふらーっとした。今日気持ち悪いぐらいふらふらした。すごいな、あの前回のお昼の時も似たようなこと言ってるから、ここ、昼も夜もやばいな。さては、昼まだ人がおるで、あれ下に降りてきたりしてんだな。あー、夜になるとあの場所に集まって、うん。まあ静かにおるっていうのを俺らがドサドサと行く感じだわな。にぎやかなとこが好きなやつらが集まっとると思えばいいです。お祭りしてるわけだ。立ち去ろう。エンディング撮ってる場合じゃない。エンディング撮っとる場合じゃねえぞ。俺ここ。さあ皆さん、怖いから帰ります。帰りましょう。すげえな、たたりが起きる前に。もうたたり起きとると思うけどな、俺。穏やかじゃねえな。穏やかに帰りたい、穏やかに。あ、寒いな、まだ。すげえ寒い、俺。腹減ったな。無理だな、コンビニ弁当しか無理だな。十分や。あ、うん、いや違う、今ルームミラーに何か映ったような気がしたね。しっかり追いかけられてきてんだよな。大丈夫だよな。体が寒い。
本当に寒い、未だに寒い、暖房効いてんのに離れて、なんか温かいもの買いますかい。いや、そういう問題じゃねえぞ、これ多分。そういや、カツ丼食わんのかもしれない。カツやーってもうやめとるわーつって。あー、すげえ、自分でお払いしてたのか。まあ、露骨にあなたを見てるってことは。いや、俺だけだ、俺集中だ。やっぱし、俺の霊感良くないんだな。除霊できる、それが除霊、うん、自分で除霊してたのか。やべえ。うわー、すーげえ、今鳥肌すげえ、スタンダッププレイズや。すげえな、ここすごいね。愛知県でこのリアクション見れると思わなかった。俺、うわー、自分で自分の除霊するなんて、うぜえ。これ右で。右ねえぞ。あるか。あるよ。向こう行かへんもん。どういいのかなと思う。そこあれか、三方向のあれだ。そういうことか。やべえ、除霊式入れてねえ、俺自分自身が。一回どっかコンビニとかで車止めます。体中が痛え。痛えよ、体中。入ったか。入ったわけねえよな。入ったらこんな国おれんもんな。入ったことあるんです。は？体の中に入れて、そんな。あ、そよくやれやん、俺。あ、除霊のそれ。前もやったやん、タイラップ。